14年ぶりに新しい日本人宇宙飛行士が誕生します4000人以上の応募から男女2人が選ばれました新しい宇宙飛行士候補者に選ばれたのは諏訪誠さんと米田あゆさんです諏訪さんは46歳の男性で現在は世界銀行で働いています米田さんは28歳の女性で 日本赤十字社医療センターで働く外科医です女性の宇宙飛行士は3人目で米田さんは現役の宇宙飛行士として最年少となります JAXA は日本人宇宙飛行士の新規募集を2008年ぶりに実施して過去最多の4127人が応募しました今回の募集から多様な人材を求めて いわゆる文系の人でも申し込めるなど応募資格が大幅に緩和されていました諏訪さんと米田さんは日本人として初めて月面に降り立つ可能性があります